そう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 。ああ、残念。つらーん。はい、毎度起こしやすつららん。コロナがね、ものすごく予想外に広まりましたよね。で、この前までね、僕もコロナがなんぼのもんじゃみたいな感じでね、椿園にスケッチに行こうと思ってたんですけど、どうやらね、もうちょっとそんな感じでもなくなってきてるんですよね、本当に自粛ムードが。やっぱりみんなが頑張って自粛してる時にね、僕だけいそいそと出ていくわけにもいかんしね、どうしたもんかなと思ってね、あ、そうや、家の中でもクロッキースケッチできるやんかと、我が子たちをね描いてないなと思って、でね、僕も作品、猫の作品を作りたいと金がね思ってたんですけど、そういえばなぜか猫を飼っているにもかかわらず、うちの猫たちを描こうっていう意識がなかったんですよね。もう猫っていうか家族やと思ってるんですよね。クロッキーを手早くね描いて、次の作画の資料にしたいと思います。で、猫どこや。猫おらんがな。猫、猫よ、チーピー、チーピーおいで。全然消えへんな。めんどくせえな、ちょっと連れてくるか。やっぱりこれやな。やっぱこれですよ。釣られてきましたね。で、結構やっぱ動物なんで動くから、自分の思ったようにね描けないことの方が多いんですけど、ちょっとずつこう見えてる部分を、同じポーズになる時が何回かあるんで、それを記憶に留めつつね描いてあげるといいですね。で、あんまりそのスケッチみたいに正確さはね求めないんですけど、素早くこのそれにしても動きよるな。チーピッ、いいですね。今止まってましたね、今ね。まあこのようにね、ちょっとずつこう形を仕上げていくっていう感じですね。いいね、いいね。チーピッ、チータ、チーピチーピチーピ。でね、チピ、細胞を見ながらちょっとぼかしつつね、ちょっと陰影なんかをつけてあげたり、ね、動く動くので、こういう断片的なスケッチしかできない、クロッキーしかできないと思うんですけど、こういうのをね積み重ねで、この動物やったり植物やったりする動きとかをね捉えていくので、あんまり一つ一つのスケッチを完璧に仕上げるっていう意味じゃなく、断片的でもいいから、この一瞬の形をね捉えていく方が後々役に立ちます。やっぱ撮影するとなると難しいよな、どうしたって。チーピッ、でもクロッキーのポイントとして、首がよく動物って動くので、右向き、左向き、正面向き、あるいは後ろって言って、顔だけクロッキーをしておいて、胴体をねその都度体の向きが変わったら描き足していくみたいな感じでね、同時進行でやる場合も多いですね。左向いてくれんかな、左を向いておくれまし、
夏目漱石の吾輩が猫であるもね、くしゃみ先生があの猫を飼い猫をスケッチするんですけど、猫待ってくれてるんですけどね、ちょっとトイレ行きたくなってそのスケッチ最中にね席を外してしまうんですよ猫が。そしたらそのくしゃみ先生が怒り出すっていうシーンがねありましたけど、それはね猫もね考えてくれてるのかもしれませんよ。座るとこ作ったってんかな、この僕のあのジンベさんね、これがすごい地域好きで、この裏地をねハムハムしよるんですよ。気ついたら脱いである僕のこれハムハムしながらもぎもぎしてるんで、ここに来てくれたらありがたいんけどな。チータン、ここで寝てみひんか、ここで。これ気持ちええで、これめっちゃ気持ちええで、これふっかふかやで。ここ来てみひん、これチビ、ほらほら、ここ気持ちええで。全然けえへん。あ、来た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 よ。あー残念。ふわー、そう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 、あー残念。ゆっくりしいな、嫌な。でクロッキーもね、あの別に一体丸々仕上げなくても、この手の形だけ気になったなとかね、使えそうやなっていう形をどんどんもう落書きのように余白に描いていくスタイルがいいと思いますね。うお、怖っ。いいですね、いいですね。動きが早すぎてかっけんわ。もうちょいゆっくり動いてくれへん。まあこうやってね、他人が見たら全然わからないような線なんですけど、結構ね、書いた本人にしたら、ああ、あの時のこの動きっていうね、脳内で再生されるんですよね。これがクロッキーの大事なところだと思います。だから、人前で書く時も全然恥ずかしがらずに、いっぱいいろんな線を重ねていけばいいんだと思います。で、中でもね、すごく気に入ったポーズとかが出てくると思うので、それを今度また、これを基本に、こう陰影つけたりね、細かいところを詰めていくっていう感じでね、こういうことを何回も何回も繰り返して、あの竹内製法の有名な看病とか、山口火曜の何やったっけな、あれ黒表表やったかな、ああいうね的確なスケッチデッサンができるんですよね。ちゃんとあんたこっち向くんやな、返事してな。チビ、うん、ちょっと来すぎ来すぎ。チーピーちょっと目描かせてよ、目。チーピー、どんな目？どんな目か。かわいらしい目してるやん。ん？チーピー。チーピー。こうやってね、パッてね、一瞬のね、形とかを脳で留めて、目閉じながらでも描けるみたいなね。そういう技術もいりますよね。これをね、ちょっと水筆でニュアンスを与えると。はい、まあ、このようにね、こんなしょうもないクロッキーやけれども、ちゃんと対象を見てしか描けないもんなんですね、こういうのって。で、こうちょっとした落書きみたいなものが、次制作するときにね、役立つんですよ。なんでね、ぜひ動物のクロッキーをね、いっぱいしてほしいと思います。はい、まあね、こんなしょうもないクロッキーしかできませんでしたけど、これでもね、多少はやっぱり頭の中にね、
記憶されていくんですよね。こんな落書きみたいなもんでも。ちょっとね、小型のカメラが買えたら、ちゃんとスケッチしたいと思います。これはね、前スケッチした。15年やから、2、5年前か。5年前にスケッチしたやつですね、クロッキーか。この時はまだチーピーがいなかったんでね、庵主さんを主に描いてますね。でもこういうクロッキーをね、本当に何回もしていった方がいいですよ。はい、今日はちょっと今日はグダグダなってしまいましたけど、こんな感じです。まあね、今は本当に不要不急の外出を控えるように東京都も言ってますので、まあ東京でなくってもね、やっぱり田舎でもいつどういう風に感染ルートがね、また来るかわからないので、なるべく外出を控えてね、こうやってまあ絵描きさんでも室内でできるね、絵画を考えていって、まあ各自ね、予防に専念していただきたいと思います。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやす。すいません、グダグダで。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもね、グダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやす。